始終。大丈夫。みんなにね、いい風景を見てほしいなと私は生意気にも思う。今は九州で楽しんでいます。全日空で行く九州。ライトには二村、吉村はここでベンチに下がりました。4番の小早川からの8回の表の攻撃、広島1点差。8回9回2イニングを残すだけとなりました。今夜の巨人広島の19回戦、小早川は今日エラーを1つ記録しています。バットで返したいところ。もう相当球数も放ってるでしょ。そうですね、牧原もね、103球ですね。あ、やっぱりちょっと疲れが来る頃ですね。7回終わって103球の投球数、これで106球目になります。今井さん、はい、一塁側ですが、今日の牧原に関して山倉捕手はですね、まあ、立ち上がりに比べるとだいぶ球に力は出てきているそうなんですね、ただまとまりがあまりないというんだそうです。まあ、おそらくこれはコントロールを含めてのことだと思うんですが、ただここという時には力のあるボールが来ているというふうに話しています。まあ、それで要所要所を抑えているということになるんでしょうね。そうですね、ここです。こういうところできっちり抑え込んでいる牧原、三振は9つ目、6回に三振がなかっただけで、あとはずっと三振を1個ずつ、3三振というイニングもありました。4回合計9三振でやります今日の牧原。ワンアウトを取りました。5番の長嶋。それから今井さん、先ほど7回の攻撃でちょっと本塁のプレーで交錯しましたね、はいはい、で山倉の話によりますと、ランナーの今井が両足もろに入ってきたので、あまり汚いプレーをするなと一言声をかけたら、何って突っかかってきたんだよということですね。ああ、そうですか。木原はもう右の膝のところが土でべっとりと汚れています。時々こういうボールがありますね。そうですね、まあ、今のは決めに行ってますからね、はい、少々ボールになってもああいうボールになっても構いませんけども、ただこの回気づくのはちょっとスライダー多めになってきましたね。ということはやはり疲れが多少出てきているということですか。もうありますでしょうしね、もう完投意識してますからね。このままなんとか抑え込もうとする、僕はあんまりスライダー放るの早い回から放るの好きじゃないんですけどね、この回ぐらいだったらいいでしょうね、もうね、はい、打ってこれは左中間抜けそうです。長嶋一塁蹴った、二塁に向かうボールを今クロマティが取ってショートの岡崎に帰ってきました。ツーベース。さあ同点のランナー広島出しました。ジャイアンツのベンチは動くでしょうか。今のところ動きはないようです。この後ジョンソン、ランス、山中、西田と続きます。長嶋のツーベース。1点差、8回の表、ワンアウトランナーセカンドというところでジョンソンです。
この回からライトには二村が入っております。吉村に代わって二村、そしてレフトには駒田です。先ほど三振でだいぶ岡田球審にクレームをつけておりましたランスが次のバッター。いいですね攻めはね、はい、外を意識させておいて近めを攻めるってのもいいですね。まあ、あとはね、ええ、攻めがなんぼよくてもあーボールが行かなきゃね、そこに行かなきゃ、狙ったところへ行きませんとね。そうなんですよ、ええ、2となってさあこの後牧原としてはどこを攻めたいですか。本当は近めですよね。でもスライダー放ってボールでも飛びついてくるんじゃないですかね。あスライダーでしょうね、はい、外に構えた、ストライクで2エンド2。この球で勝負ですね、はい、シュートで取りたかったんでしょうね。あこれが牧原としては勝負球で、さてここでスライダーが来るかどうか、外側行くと思うんですけどね、はい、2エンド2から6球目ジョンソン、あ山倉の構えたところとはだいぶ外側に行きました。 2-3この後はランス、現在33本のホームランを打っているランスが待ち構えています。ワンアウトセカンド、2-3、7球目フォアボールです。ワンアウト二塁一塁で王監督出ました。堀内さん、ここ交代ですか。ランスロッティですからね、スミが来るかもしれませんね。あそれではここでお知らせをご覧ください。こうあのバーでバーテンさんがいて自分がいるでしょ、で他のお客さんいるでしょ、でこの間に少しこうなんていうんですかね、かすかな殺気っていうの、エレガントな殺気、そんなのがこう成立しててね、その中でこうなんかこうって飲んでたような気がしてね。トゥーフィンガー、トゥーフィンガー、はい、ワンフィンガーでやるもよし、トゥーフィンガーでやるもよし、サントリーオールド。牧原続投でワンエンドワン、1球目は中途半端に出したバットにボールが当たってファールボール、2球目はボールでワンエンドワンです。ワンアウトランナー二塁一塁、王監督はピッチャーを変えませんでした。ワンエンドワン、僕は速いボールのがいいと思いますけどね。速いボールでしょう、変に遅いボールいくとやっぱり、はい、もう狙ってますよね。ワンエンドワンから3球目、ランナー2人を置いています。
これも中途半端なバットの出し方でした。2エンド1。今のような速いボールでいいわけですね。そうなんですよね。それで今度は外側のほら、いや、あのランスは狙ってますから、はい、フォークボールを放りゃいいんですよ。あ、そうしたら空振りで三振に取れると、ね、はい、ジョンソンと長嶋がそれぞれ塁に出ております。ワンアウトで一塁二塁。この後は山中、西田と続きます。広島のオーダー、4対3と1点ジャイアンツリード。外側ボールです。2エンド間しのぐか、よく取った。一塁へ投げる、滑り込んだがアウト。ヘッドスライディングですがアウト。ランスもファイトあふれるスライディング、頭から行きましたが篠塚のファインプレー。いや、素晴らしいプレーですね。これは今日のキーを握りそうなプレーです。これが抜けていれば同点ですもんね。あ、もうダンスもヘッドスライディングで行きましたがアウトでした。あのヘッドスライディングもいいんですけどね、はい、やっぱり走り抜けた方が早いですよ。この試合の模様は一部の地域を除いて放送時間を延長してお送りいたします。この試合の模様は一部の地域を除いて放送時間を延長してお送りいたします。ここで王監督出ました。2回目組でしょうかね。そうでしょうね、ピッチャーの交代をお知らせいたします。牧原に代わりまして組、9番ピッチャー組、背番号11。ここで隅がコールされました。それではお知らせです。さようなら我が家、あなたは温かい紅茶の香り、ミルクがたっぷり入ったティーハウス。これから私は私のティーハウスを作るのです。時を超えて香る代打は片岡です。今シーズンはこのカード札幌で行われました。その試合で片岡が見事なホームランを打ちました。7月9日のジャイアンツ戦でした。小早川に代わって8回にセンターを超えるプロ入り初ホームランを打ちました。今シーズン代打ホームランは4本あります。この片岡、左の山中というところで左の隅を出してきました。そこですぐにこの阿南監督は右の片岡を起用しております。ツーアウトで二塁三塁、もちろんヒットが出れば広島逆転という場面でやります。8回の表、この後は西田、一塁ベースは空いています。この放送は明治製菓、花王、片岡物産、トヨタ自動車、遺跡農機、サントリー、大塚製薬、全日空の提供でお送りしました。
き続きアサヒビール、野村証券、フィリップモリスの提供でお送りします。ツーアウト二塁三塁、ワンストライクから2球目、ボールです。外れまして、ワンエンドワン。このバッターはついてるんですよね、だから慎重に攻めた方がいいですね、はい、ワンエンドワンです。4対3、思いっきり振りました。空振りで2エンド1です。ピッチャーから野手に転向した片岡、遅れてますね。あ、まっすぐに合ってません。そうですか、はい、よほど甘くならない限りは大丈夫だと思いますよ。この場面はそうするともうバッテリーの方がちょっと有利かなという、もちろんそうですね、はい、2エンド1、空振り三振。堀内さんの予想通り片岡三振に倒れました。8回の表を終了しております。依然として4対3です。一杯のビールの中に何億という命が働いている。ビールを作り、ビールの味を育てる命、それは酵母、純粋酵母。うまさの違いは酵母が作る。アサヒ生ビール。ピンチをよく防いだ角。8回の表を割って4対3。これから8回の裏、引き上げる片岡です。ジャイアンツは7番の中畑から。今日の中畑は3打席で2打数1安打、3割5分7厘、打率をちょっぴり上げました。中畑、丸山、塁審のジャッジでアウトになりました。昨日はこの中畑が最後のバッターでした。今日はジャイアンツは1点リードしています。ファウルです。中畑もフルスイングしてきます。あんまりね、振らなくてもいいんですけどね。そうですね、いい時のスイングはやっぱり軽く振ってましたもんね。2、3から7球目、空振りです。中畑4打席目は三振に倒れました。横浜スタジアム3対2、太陽が1点リードに変わっております。太陽松本、中日は川端から宮下、
甲子園球場は3対0終わりました。阪神勝ちました。それから西武球場は4対2で南海が2点リード、依然として南海リードしています。それから阪急が6対3で勝ちました。近鉄に勝っております。ずっと天野に抑え込まれていたんですが、阪急が逆転勝ちを収めております。石峰28号ソロ、これは6試合連続パリーグタイ記録だそうであります。藤田の8号ツーラン、ブーマーの30号スリーラン、阪急はホームラン攻勢で近鉄に6対3と勝ちました。逆転勝ちです。このまま西武が南海にもし敗れますと首位がひっくり返ります。パシックリーグの方も本当に首位争いが熾烈な戦いであります。それから川崎球場、9回まで行っておりまして日本ハムが1点リード、4対3で日本ハムが1点をリードしております。堀内さん、あのパリーグの方がね、はい、今西武と阪急途中経過入ってきましたが、阪急が勝って西武が現在リードされているという状況ですから、はい、西武にとってはちょっと苦しいですね。そうですね、正念場ですねこれは。そうなんですよね。でパリーグはその西武と阪急の対決が金土日の週末に西宮球場であるんですね。あ、これは面白いですね。阪急西武戦があります。この3つでパリーグの方もどっちかなというのが見えてきそうな感じはありますね。でも2勝1敗でしょうからね。まだですかね、まだですね。だから取りこぼさないことですよね。阪急はこれで6連勝と連勝を伸ばしております。今の勢いからしますとやはり阪急の方がやや分がいいかなという感じです。この後隅の打席でやります。 2-3 センターに飛んでいます。センターバック長島取りました。隅がそのままバッターボックスに向かいます。4対3とわずかに1点ジャイアンツがリードしています。隅がそのまま打席に向かいました。この後9回の表、広島は9番の西田からという打順でやります。最終回への守りにつく準備を進める山倉。カットした感じでファウルです。打たなくていいんですよね。そうですね、手が詰まったりね、しますと投げられませんからね、はい、もう次の回の投げることを考えていればいい隅でやります。今夜の木曜ゴールデンドラマは9時32分からお送りいたします。今夜の木曜ゴールデンドラマは9時32分からお送りいたします。三振に終わりました隅。いよいよ9回の表、広島最後の攻撃に入ります。9番の西田からという打順でやります。自分の意見を持っている新しいビール、
飲むほどにドライ、辛口の生アサヒスーパードライ、新発売。打順は西田のところですが、代打の小川、右のバッターの小川がコールされまして、それから王監督がベンチを出ました。ピッチャーが変わります。ピッチャー隅から香取にスイッチです。ジャイアンツ阿南監督は、このまま小川、長内が今ベンチから出てまいりました。これは白竹、2番に白竹が入っていますので、そこで起用するのかもしれませんが、左の長内が出てきました。1点差で最終回、ここはもうベンチがいろいろと気を使うところですね。そうですね、この辺からの最終の駆け引きってのは面白いですね。はい、隅は片岡を三振に取って、今日はいい仕事をしました。1点を追いかける広島、ピッチャーは香取に代わっております。小川はそのまま打席のところにおります。なお今夜の木曜ゴールデンドラマは9時32分からお送りいたします。今夜の木曜ゴールデンドラマは9時32分からお送りいたします。今しばらくお待ちください。後楽園球場の巨人広島の19回戦大詰め9回の表、この回先頭の西田からという打順でしたが、左の隅に対しまして代打の小川を送りました。今井さん、はい、一塁側ですが、この隅投手の前の牧原投手の談話です。マウンドに行く前は調子が良かったそうですね、はい、ただ初回の2点でどうなるかもう大変心配だったと、11安打も打たれた割には8回までよく持ったと、今日はまあ自分で抑えたというよりは周りに助けてもらいました、特に8回のあの篠塚さんのプレーには感謝していますということです。そうですね、あの篠塚の好プレーがなかったら当然同点に追いついてますからね。1試合目だったですかね、あれもあったでしょ、やっぱり同じようなプレーが。そうですね、あれが抜けてれば終わりですからね。はい、駒田がレフトからファーストに入りました。そして中畑に代わって、レフトに石井が入っております。7番でレフト石井、そして駒田がファーストに回っております。広島はこの後正田、1番の正田に打順が戻って、2番にはピッチャーの白竹が入っておりますから、おそらく幼いあたりが出てくるでしょう。3番高橋、4番小早川、1球2球とファウルボールです。小川倒れてワンアウト。やっぱりバッターってのは追い込まれますとね、はい、ボールにも手を出すんですね。もう本当に遠いボールでしたからね、今のは。冷静に見れば見送るボールでしょうが、やはり追い込まれているということで、どうしてもバットが出てしまうんですよ。そうなんです ね、はい、1番に戻って正田、この後はピッチャーの白竹の打順ですから、長内が今
ネクストバッターズサークルに入っています。長打が同点のランナーに出ることができますかどうか。ワンアウトランナーなし。三遊間抜けた抜けた抜けました。レフト前ヒット。代打の長内が起用されます。ワンアウトランナー一塁、同点のランナーを一塁に出しました。当たりが痛烈でした。さあ、二村コーチからのサインが出ておりますが、ここは1点差、まあ、いくら足の速い翔だといえどもちょっとここは動けませんか ね動けません ね、はい、こういうところはやっぱり外側を中心に放ってくるでしょうね、はい、あ、長打が一塁、インコースボールでワンツーです。ダッグアウトをチラッと見た山倉、ファウルです。2 and 2。危ないボールですけどね。あ、やっぱりでも球が切れてますからね、はい、ファウルで助かってるんですよね。大詰めの9回表、4対3とジャイアンツが1点リード。しかし広島はワンアウトですが、同点のランナーを一塁に置いています。空振り三振、代打の幼い三振に倒れました。ツーアウト。そして今日4打数2安打、高橋を左のバッターボックスに迎えます。香取、この辺の駆け引きのうまさですね。やっぱり慣れてるんですね、はい、本当はツーエンツーだからもうここは変化球だと思ってるんですね、バッターの方は、そうすると高めに釣り玉が来てもやっぱりバットが出ちゃうんでしょうね。そうなんですよね、今のもちょっとボール気味だったでしょ、はい、ストライクです。大歓声が沸き起こります後楽園球場。巨人広島の19回戦、大詰め2アウト、ランナー1塁、バッター高橋。外角低めはボールです。ワンエンドワン、これまで対戦成績がジャイアンツ6勝、カープ7勝、5つの引き分け。今日ジャイアンツが勝てばまた7勝7敗と並ぶわけであります。このカード、ワンエンドワン、ランナースタート、キャッチャーセカンドへ送る、タッチはセーフセーフ、丸山塁審両手を広げてセーフのコールでやります。ワンエンドワンから盗塁です。思い切って走ってきましたね。あ、大胆なことやりますね。
これで26個目の盗塁です。しかもこれだけ緊迫した場面でよく走りました正田。ワンストライク、ツーボール。スコアリングポジションにランナーを送りました。外角打った、サードゴロ。バンジキュースか、原、一塁送る、ゲームセット。ジャイアンツ勝ちました。4対3。1点差で逃げ切りました。これで再びゲーム差は 6.5 と開きました。それにしても手に汗握る大熱戦でした。3時間をはるかに超える熱戦にピリオドを打ちました。ジャイアンツが勝っております。広島敗れました。ヒーローインタビューはクロマティのようです。クロマティ選手のようです。浅見アナウンサーのクロマティ選手のインタビューです。今日はホームランを含めて3安打反撃の切り込み隊長でしたクロマティ選手にインタビューします。通訳は平野さんです。はい、ありがとう。どうもありがとう。That's my job。 どうも。本当にまず初めのホームランですが、1回の表に広島に2点取られてベンチは嫌な雰囲気になったんじゃないかと思うんですけども。Well, last night, you know, Kenta Pippa threw me mini curveballs, so, you know, I was looking curveballs tonight, so first pitch was curveball, so I got it. Yeah, 昨日の試合ではね、カーブでかなり痛みつけられたんでね、今日はそれをやり返してやろうということで初めから待ってました。